ーブルッツーさあ、初、えー、めていきましょうか、えー。ちょっと緊急で動画を回しておりまして、えー、この緊急で動画を回してますって言いたかったんですよ、一度ね。<laughs> あのー、いろんな YouTuber さんがやってますよね。緊急で動画を回してますと。で今回もちょっとゴリスで緊急で動画を回してるんですけど、 えー、最近ずっとショート動画ばかり上げてきたんですね、えー、プチそろばん授業という感じで、えー、ショート動画1分のそろばんのやり方を上げてるんですけど、なぜそれをやり始めたかというですね、えー、ちょっと説明動画をしていきたいと思います。 で、えー、タイトルの中に今、承認欲求を抑えるために,、えー、にプチソトロ版、えー、授業を始めましたよということなんですけども、えー、なぜ承認欲求承認欲求って、えー、人の中にはすべて、えー、いろんな人、必ず承認欲求はありますと。で、ゴ、え、リ、ー、先生も当然承認欲求あるんですね。えーまあ 最近は、あのー、ま、あこの後話しますけどね、承認欲求がちょっと邪魔になるなぁと思って、なるべく承認欲求を抑える方向で、えー、やってますんでね、えー、最近はだいぶ、あの、承認欲求を抑えられるようにはなったんですけど、もう昔は、特に若い時なんて、えー、人からよく見られたい、えー、例えば人からかっこよく見られたいとか、えー、仕事ができる人間に見られたいであるとか、 いい人に見られたいとか、いい上司に見られたいとかですね、えー、そんな感じがあったんですけども、ただ、えー、なぜそれが邪魔になるというふうに感じたかというと、ですね、承認欲求、今みたいに人からいいふうに見られたいと思うと、ですね、無理するんですよ、めちゃくちゃ無理するんです。じゃあ、仕事ができる,ように仕事ができる人間に見られたいという承認欲求があった場合に、えー、無理するんですね、自分ができないことをやろうとするんです。じゃあ、 えー、とか、レベルの高いことに挑戦しよう、これ、いい方向に動くときもあるんですけど、えーと、往々にしてですね、あまりあのいい方向には、ゴリ先生の実体験としては動かなかったなというのがあるんで、えー、お話ししてるんですけど、あのまあ、仕事、無理すると。 でそうすると、ですねやっぱり自分のレベルと合ってない仕事をやろうとするんで、うまくいかないんです、失敗するんですよ、そうすると、ですね、えー、あ仕事ができるように見られるどころか、あれ、仕事できないじゃん。 えー、あ,えあんなこともできないんだというふうになるんですよね。そうすると今度、えー、それが今度はマイナス、えー、の方向に負のスパイラルに入るわけです、ね。ああ、俺はやっぱりダメだったんだ。あんなこともできないんだなというふうに、えー、やっぱり何をやってもダメなのかなというふうになってくんですよね。で、えー、まあ、本当にこう、 うちの生徒のみんながですね、あのー、承認欲求。大人になればなるほど、えー、承認欲求って出てくるんじゃないかな。特に、まあ、えー、若い。若い時なんかは特にそうですよね。えー、もう、ゴリ先生、50過ぎてくると、年の関係もあるんですけど、50過ぎてくると、もうどういうふうに見られてもいいや、なんていうふうに、えー、思ってはくるんですけどね。ただ、さっき言ったみたいに、例えば、えー、無理をする。 人から見られることを意識しすぎて無理をしてしまうと、やっぱりうまくいかないんですよ。えー、で、うまくいかないとやっぱり気分も落ち込みますし、どんどんこう自己肯定感も下がっていきますしね、えー。悪い方向に行くんじゃないかなと。だから、 えー、承認欲求を抑えれる。なるべく、えー、子供のうちからですね、承認欲求、自分は自分でいいんだ。自分はそれでいいんだ。というのをですね、コントロールできるようになると、非常に強いんじゃないかな、というふうに、えー、思いました。で、そこで、じゃあ、えー、自分の自己肯定感を高めるとか、承認欲求を抑えるためにはどうすればいいかとか、さっき言ったみたいに、えー、それでいいんだ。というふうにですね、周りが、 えー、子供たちの周り、大人がですね、何々くん、何々ちゃん、それでいいんだよ、というのをですね、えー、認めてあげる。今の現状のままでいいんだよ。よく、よくできたね。あの、それでいいんだよ、という、それでいいんだよ。周りの大人がですね、認めてあげるのが絶対ベストだなと。さらに、周りの大人でも大好きなお母さん、大好きなお父さんが、それでいいんだよ。 と、お子さんに言ってあげれる環境。これが最強だと思うんですね。そこで、プチそろばん授業を始めたんですよ。で、えー、なぜプチそろばん授業か、1分間の短い授業ですね。当然、まあ、1分間だったら毎日でもやれるな。毎日でも。えー、で、なおかつ、そろばや、 たことがないお父さん、お母さんでも1分間の動画でままそのまま教えてもらえれば多分ちょっとずつ超、超スモールステップなんでちょっとずつしか上がっていかないですからね非常にやりやすいと思うんですね。 だからショート動画で作っております。で、1分間ですからね、あの毎日も続けやすいと思うんですね。お子様、まあ、お父さん、お母さんが1分間ショート動画見てもらって、それをお子様に教えてもらうと。で、ちょっとずつ、ああ、算できるようになったね、繰り上がりできるようになったね、あじゃあ今度は2桁から繰り下がる練習やってみようか、あ膝もうまいね、じゃあ最終的には2桁の達膝やってみようか、すごいね、もうこんな問題できるね、というふうに。 ちょっとずつ、超超超スモールステップなんで、ちょっとずつちょっとずつ毎日やってもらって、で、えー、リビングで、目の前で、えー、本当に1分間だけで構わないんで、おすごいね、できたね。7足して、じゃあそこに4足すよ、足せないから4の友達の6を引いて10を足す。お、繰り上がり、うまくできたね。これでいいんです。これ、1日これだけでいいそれでいいんだよ、うまくできたね。上手にできたじゃん。もう1問だけでいいんだよ。 で言うと、まあ、もしかしたら、えー、もうちょっとやりたいなんていうふうに子供、お子さんがです、ね、あの盛り上がってくるかもわかんないですけどねあの、本当に短い時間でいいんです。一番のメインはお父さん、お母さんがそれでいいんだよ、それでいいんだよ、ないないくないないちゃんというふうに自分のお子さんを褒めれる環境を作りたいがために、プチそろばん授業始めました。じゃあ えー、これっていうのは、じゃあ、そろばん教室。そろばん教室でやってよっていう話になるんですけどね。じゃあ、そろばん教室って、ものすごく、えー、人がいるんです。自分と比べられるいろんな学年。 とかいいろんな生徒が存在してしてまいます、えー、例えば、じゃあ教室で一番うまかったとしましょうか。一番上まくても、じゃあ全国大会、何々大会に出ますと。そうすると、上には上がいるんですよね。自分の教室でトップで、あ自己肯定感、自分は大丈夫なんだ、よかった、自分に生まれてこれだけ計算できるから、みんなよりも暗算できるんだって言ってもですね、自分より上を見た瞬間にですね、 あえー、自分ってやっぱり、えー、まだまだ上がいるんだ、ダメなんだ。で、また自分がちょっとこう好きじゃなくなったりするんですよね。ただ、何度も言いますけど、それを自己あの承認欲求をうまく利用すること、うまく利用すればですね、レベルアップにも当然つながるんですけども、あの、まあ、確率的にはどうなんだろうなというふうに、ゴリ先生思うんでですね、何もソロバン教室に通わなくてもですね、 そろばん学習で承認欲求をコントロールできる。ええー、それ、まあ、当然、ゴリ先生もリアル教室を今ここでやってますから、ええー、生徒は来てほしいんですけど、ええー、そうじゃなくてですね、そろばんをうまく利用して承認欲求を高めることできないかな、というので、ええー、今回はショート動画に限ってですけどね、あの、プチそろばん授業というのを、ええー、作りました。 ですから日々、えー、プチそろばん授業をやってですねでお子さんが自信を持ってきて、えー、もっとやりたいんだっていうんであればですねお近くのそろばん教室に通わせてもらってですね、あのー、さっきの、えー、いやここまでできたんだからもっと伸ばそうよ、それはうまい子いるってけどうまい子にこれだけ今まで頑張ってきたんだから多分抜かせると思うよ、そこを超えるのをじゃあ目標にしようよというふうに次のステップにつなげてもらえばいいんですけど十分プチそろばん授業というのはその習わせる前段階であるとか えー、もしかしたらそろばん、向いてないかもしれない、どうなんだろうという感じで、ですねお試しの授業、お試しそろばん授業にも使ってもらえるんじゃないかなというふうに思っております。だからですね、今、えー、100均で売ってるのはですねダイソーさん、ダイソーさんだけしかそろばんって売ってないんですけどね、あのスリーコインさんにも確か売ってないんじゃないかな。 あのいわゆる、えー、100円ショップ系で売ってるのはダイソーさんだけなんですけどね、ダイソーさんで、まあ、100円じゃなくて円220円か、えー、税込みで220円でそろばん買ってこれますからね、ユーチューブ動画は無料なんで、えー、220円でお子様がそろばんに向いてるかどうかという判断も、えー、お父様、お母様、してもらえると思いますからね、えー、そんな思いで、えー、この、えー、ショート、えー、プチそろばん授業か。 はい。あの、作りましたんで、ぜひぜひ、あの、ま、基本毎日アップしてます。あの、ただまあ、疲れ、疲れればですね、お休みする時もあるとは思うんですけどね。あの、ぜひ、そんな感覚で、えー、プチソロ版授業、うまく使ってもらえればなと思って、今回は動画に撮らさせていただきました。はい。ありがとうございます。ぜひ、えー、プチソロ版授業をやってみてください。よろしくお願いします。バイバイ。